はい、足柄の雑席販売店の泉と申します。ではこういった別注の足柄の雑製品やワールドスワン製品や頑丈製品を、販売しております。シェルコード板のいいところっていうのは細かい傷がつきやすいんですけれども、耐久性が高く、経年変化や使用に伴って、さらに、艶が増してきて、柔らかみがある革に仕上がり、とてもかっこよく仕上がるところだと思いますね。ホーインが、昔から作っている人気のある革で、今でも世界中の人から、楽しまれている革ですね。まあその分ちょっと高くなってしまっているっていうのがちょっと残念なところでもありますね。とても、このスタンプとかもかっこよくて、色も結構、落ち着いた色が多くて、とても、私も、好きな革ですね。で、100以上の工程があるって聞いてるんですけども、シェルコード板を作る過程で、なんかシワができにくい、特徴があるようですね。あと、まあ、そういった特徴がある、いい革ですね。で、アシュラネザーっていう、ブランドなんですけども、シェルコード板を作っているフォーイン社で、現役で働いている、会社員が作ったブランドですね。もう8年以上なるんですけども、最近知りまして、すべてシェルコード板を作っている、シェルコード板をすべて使っている製品を販売しているということで、とても魅力に感じまして、正規販売店に、していただくことになりました。で、なんでそういう、ことに、したかというと、やっぱり、他のメーカーさんのシェルコード板製品があまりにも高いということで、もっと、安くて、いろんな色を楽しんでもらおうと思いまして、すべてシェルコード板を使っている、製品を販売しているアシュラのレザーさんにお願いしましたね。パターンオーダーも広くて、例えばこのトールトニーという、モデルなんですけども、こういったスタンプをたくさん使った、製品を、パターンオーダーしていただくこともできますね。あと、カードスロットが4つあるんですけども、おのおの違う色にすることもできますね。例えば、ここにアマレット持ってきて、ウイスキーを持ってきて、ここはバイオレットとか、まあ何でもいいんですけど、ブラックとか、まあリバースブラックみたいな感じで、そのパターンオーダーの範囲が広いこともかなりいいですね。さらに安いっていうのがやっぱりいいですね。他のメーカーさんのシェルコード板製品は高すぎますね。外側がシェルコード板なんですけど、中身が違った革なのに結構高くて、かなり私は皆さんにシェルコード板の魅力をもっと楽しんでほしいと思っていますので、かなり残念に思いますね。このトールトニーというモデルは、アシュランドレザーが定番で、販売しているトニーザントというモデルのパターンオーダー品ですね。ここの上の上部が、トニーザントは開いてるんですけども、上まで来ているのが特徴ですね。これで一万円札がはみ出さずに入りますね。内装は変わらないです。これはちなみに、ナチュラルシェルコード板を、内装や外装をすべてナチュラルシェルコード板を使ったシェルコード板製品です。これ3万3000円で、私は、受注しておりますので、ご興味がありましたらお問い合わせください。で、中が、まあ、こんな感じで、リバースブラックなので、中身が、シェルコードブラックを使ってますね。こういった、リバースを使えるっていうのも、シェルコード板の面白さですね。ゴワゴワしてなくて、サラサラしますね。経年変化で、リバースっていうのはこのようにツヤツヤに仕上がりますね。シェルコード板も油がたくさん含まれていますので、クリームの乗りもいいですね。なんか市民になりにくいですね。ただリバースっていうのはちょっと、表のシェルコード板よりも、シミができやすいので、そこはちょっと注意が必要ですね。
少量に、布に少量をつけていただいて、目立たないところに塗ってもらって、どんな具合かちょっと試してみるのがよろしいかと思いますね。革なので、すべて同じような、クリームの、塗った感じになるかわからないので、やっぱりちょっと試してみてから全体塗るのがおすすめしますね。まあ、表の、この色がついたシェルコード前よりもちょっとマットな感じに仕上がりますね。まあ、そこも結構、かっこよくて、味わい深くて面白いですね。普段はこういった、シェルコード版製品を、ラクマイメルカリベース、ヤフオクなどで販売しております。こういった、パターンオーダーの受注も、しておりますので、ご興味があれば、お問い合わせいただいたらよろしいかと思います。他の、バルトサンズ製品とか、感動製品でも、在庫がありますので、ご興味があれば、お問い合わせいただければと思います。